皆様こんばんは。帝国になりましたので、ただいまから始めさせていただきたいと存じます。本日は超党派による衆参国会議員の皆さん、そして全国国民生活産業消費者団体連合会の皆さん、さらには中小企業団体の皆さん、全国から大勢の皆様方にご参照賜りまして誠にありがとうございます。司会進行を務めさせていただきます衆議院議員の木村武ですが、衆議院議員の同じく福島信之と申します。よろしくお願い申し上げます。それでは早速でございますが、消費税を考える国民会議会長をお務めいただいております清水信次会長よりご挨拶をいただきます。皆さんお忙しい中、大手ご参集いただきましてありがとうございます。私は先ほど司会者からご紹介になった経団連でなしに政団連、国民生活を守る会長です。今日は各党代表のご挨拶もありますし、また我々の仲間もいろんな団体の長が集まっておりますので、簡単にですね、皆様にご報告なりご礼なりお願いをいたしたいと思います。もう毎日も新聞あるいはテレビでご承知のように、今残念ながら野田政権はもうこの国会が終わるというその断末魔の時に、消費税の増税をですね、自民党さん公明党さんと話しながら、なんとかね、法案を国会で可決しようと参議院に、努力をしている最中ですが、今日本の状態はですね、もう20年から続いておるこのデフレ経済で国民生産総額が 13% も落ちて、530兆が470兆に落ちて、それから税収もですね、63兆あったのがね、37兆まで半分近く落ちて、今やっと40兆近く回復したんですが、現在の日本のいわゆる現場の状況から見ますと、とてもね、大増税をやる状態じゃありません。それを強行すればですね、さらに、景気が悪くなって、ただでさえ今全国商店街がシャッター街に変わっておる、これがますますね増加するという非常にね、危険な状態の時でありますので、もしもこの 5% の消費税 10% にどうしても上げるんなら、それも対抗する大きな財政大出動をやってですね、それで名目がいっぱいあります。東日本大震災、これもね、被害者の救出、あるいはね、被災者のいろんな生活面の保障、それから復旧復活、これにね、お金いるんですよ。それをね、もう原発の放射能被害は、これはもう法律でね、国が負担することになっているんです。原発はね、国家の政策、国策で導入したもんで、法律にもね、巨大な大震災あるいは社会的な大不安があって、その事故の時には事業者当然はね、責任を負わないというのもちゃんと明記されてる。だからね、あれは国家がね、全面的にね、補償すればいい、それもやってない。しかも今度ね、多い、関西電力の多いをね、再稼働する。で、安全だから、これじゃ事故起こったときは、国家がね、全面的に責任を負うということもね、ちゃんと決めてね、それでそれを、もうただ、約束じゃダメだから、法律で決めて、それで動かすんだろう、これはやむを得ない。だからね、この消費税大増税もね、